ヤグラバヤガコイは、将棋の先法の一つ。アイヤグラの一分野で、玉を囲うのに必要な手数を省略して手毒を狙う、作戦。また、作戦に用いる手順や囲いを指すこともある。通常、ヤグラガコイにするには、88の角を79から68へとに出かけて移動して、玉の入場ルートを開け、玉を69から79から88と動かす。 そこで、玉の移動ルートを68から78から88とすれば、79の地点を返さないので、角の移動は79角の一手で済む。後手番でも用いることができ、田中寅彦が実際に用いた。角の移動を一手省略して毒で作戦価値を狙う。しかし、玉が2段目を移動することで、デメリットがある。77銀と銀を移動する手を急がなければならない、こと。 7、8、八金と締まる手を後回しにしなければならないこと、玉が2段目を通るので相手の攻めによる当たりが強いことなどである。総じて囲い切るまでは玉が不安定になりやすく、それをついて急戦矢倉、特に米潮流急戦矢倉にされた場合に陣形をまとめるのが容易でない。昭和50年代後半特に飛車先太矢倉の スズメ差し型相手に角を端に効かせたまま囲いが組めるため流星したが、急戦策を警戒して衰退した。選定版限定ではあるものの、プロ棋戦で第一戦を退いていた、早囲いを復活させたのは、振り飛車党の藤井武氏であった。藤井は早囲いの天敵である、急戦やぐらを封じるために、当時の主流であった、飛車先を突く手を保留する思想に反して二六歩を、 早めについてに五歩を見せる古い手順に回帰。後手に33銀や5に金を刺させて、9000ヤにしにくくさせる。また、玉の移動よりも3六歩37銀の活用を、急いで様子を見、後手が9000に来るかを見極める。玉は88まで囲うとは限らず78で止めておき、6四角に対して、藤井竜はここで4六角として、脇システム調の構えを見せる。 角交換が起こりやすい形にし、通常の金やぐらではなく型やぐらに組む。これは、金や僧より八筋からの攻めに弱いが、角の打ち込みの隙が少なく囲うのに必要な手数もいって、少ない。得した一手は一筋か九筋の端符に使うことが多い。角交換の起こりやすい脇システムと、型やぐらの組み合わせは斬新かつ優秀で、佐藤やスミや安倍健次郎に用いられ、 3七銀先鋒、森下システムと並んで、先手ヤグラの有力な戦術として認知されるに至った。しかし、藤井竜に対しても、やはり急戦ヤグラが優秀であることが明らかになる。藤井竜は飛車先を早めにつくが、急戦を完全には封じられず、米朝流急戦ヤグラやヤクラ中飛車を応用した、急戦策が対策として指されており、主流戦法とは言い難かった。 その後、2014年の朝日杯将棋オープン戦では3局、出現し、いずれも勝利。また、2015年の第73期名人戦で、挑戦者の舐め方正二が、第1局、第5局で採用。行方はその後の第74期順位戦 A 級、第7回戦でも採用、勝利した。さらに、第65期王将戦でも、 郷田正孝王将が採用し勝利した。従来のアイヤグラにおける先手番の有力戦法であった4六銀、3七 K 型において4六銀に対して4五歩と反発された場合の対策が見つからないことから特に先手が有利になるわけではなく、後手も柔軟にさせるものの若手のヤグラ等などの間で実践例が急増している。ありがとうございます。